はい、こんにちは、プロトリックチャンネルです。夏場ですね、よく出回るようになってくるヤシの一種と、一種で、とっくりヤシですね、これ入荷してきました。まだまだこの株自体は、小株と言ってもいいぐらいのものなんで、根元がそんなに膨らんでないですけれども、大きくなってくるとその名前の由来のごとく、この根元付近がですね、かなり、ふっくりと、とっくり、まあ、膨らんでくるっていうのが特徴のヤシの一つですね。で、ヤシの仲間ですので、明るさですね、暗いところですとまず育たないですね。なるべく明るいところで置いてあげるっていうのが綺麗に育てるポイントかなと思います。それから寒さにも弱いですので、冬はですね、寒暖の差が激しいようなところを置いてしまうと、すぐに傷んでしまいます。葉っぱ黄色くなってしまいますので、そのあたり気をつけていただければと思います。で、まあ、やはり春先から夏場にかけてが一番綺麗な株が、個体が入ってきますので、今もいくつかあるんですが、比較的ですね、人気のヤシの一種です。まあ、アレカヤシとかと、同じようにですね、よく出ているようなヤシですので、この夏にぜひぜひお店の方で見ていただければと思います。